ちょっと待て。ちょっと待て。やっちまうぞ。危なっかしい戦いしやがったよ。
やっぱまだまだだな。へっ、誠こそ明日負けんじゃねえぞ。バカ、あんなやつ10秒で沈めてやるよ。ん？お、見てたか、ちゃんと。分かっただろ、俺が強いってことが。ああ、いい試合だったぜ。それより驚いたぜ。あんた、あの右京達也なんだってな。みんなあえて喜んでるよ。ここの伝説だからな。なあ、新人、聞いてもいいか。お？お前、今幸せか？あ？なんだよ、いきなり。ここで戦っててどんな気分だ？あの龍翔って男の仕切りで戦うって、正直どうなんだ？ああ、めちゃくちゃ楽しいぜ。もし龍翔さんに拾われなかったら、俺は今頃、ヤクザのパシリになってるか、塀の中だ。どうせろくなもんじゃなかった。実はこいつ、来年キックボクサーとしてプロデビューするんですよ。みんな龍翔さんのおかげです。デビュー？本当か？ねえ。だったらあんなところで無茶な戦い方してたら。おい待て、あんなところでだと。いや、俺はドラゴンヒートがあったからデビューできるんだ。全部あそこのおかげなんだ。ドラゴンヒートを悪く言うのはいくらあんたでも許さねえ。シンジ、達也さんはそんなつもりで言ったんじゃ。さっき龍翔さんに聞いたら、あんた剛健ジムで話題のプロ候補なんだってな。大手のジムの金の卵さんかよ。ま、俺らとは違うって言いたいんだろ。行こうぜ。仕方ねえよ、シンジ。こいつはこういうやつなんだよ。伝説のファイター？何様だ。がっかりしたぜ。
てめえどこに目つけてんだ。お前らアシュラって連中か。だと、あんな感性の連中と一緒にされてたまるかってんだ。お前こそ。お前らやめろ。これはとんでもない奴に出会ったな。お前は友樹。ああ、お前とは1年ぶりになるか。あん時は世話になったな。今頃になってどうした。まさかまたドラゴンヒートに戻んのか。お前こそなんだ、今じゃチンピラか。お前に負けてからプロデビュー戦もしくじっちまってな、スポンサーにも見放された。まったく、マジでお前はとんでもない悪病神だ。知るかよ、てめえの実力だろ。言ってくれるじゃねえか、ギリギリで勝ったくせによ。まあな、お前は確かに強かったよ。じゃあまたな。待てよ、改めて試してみろよ。今さらお前とやる気はねえよ。やる理由もねえ。うるせえ、俺にはあんだよ。泣けるかよ。いい気になってんじゃねえぞ。さっきアシュラがどうとか言ってたな、関わってんのか。関係ねえだろ。気をつけろよ、最近急に暴れ回り出したわけのわかんねえ連中だ。俺の仲間も何人か病院送りにされてる。何者なんだ。俺も知らねえ。ま、関わってなきゃいい。それより悪いな、大事な記者会見の前に付き合わせてよ。知ってたのか。ああ、でもこれで吹っ切れたぜ。1年前お前がドラゴンヒートに急に現れて、いきなり俺が負けて、あの日からずっと俺はあの試合は偶然だって言い聞かせてきたんだ。でも違ったな。お前ドラゴンヒートには顔出してんのか。いや、でも今も毎日思い出すぜ。あそこはいい、今はどうなってんのかな。でもああいうところがなくちゃいけねえよ、俺たちみたいな人間のためにもよ。はあ。ま、今のお前には関係ねえが。なんだよ、元気ねえじゃねえか。がっかりさせんなよ、未来のスーパースター。じゃあな。